チアリーダー男。どうも藤です。さあトータリーアキュレートバトルシミュレータータブス、ついに隠しキャラの解放をやっていこうかなと思います。ネットの情報を見て、まあ隠しキャラを探すのがメインじゃなくて、まあそれがどういう効果になるのか、それを見ていきたいんだよね。で今ゲットしたシークレット、ここか。え、待って、これは何？あ、まだか。いや楽しみだな、これもな。で、シークレット、出た！チアリーダー。1000もいるの、これ。置いてみるよ。そしてさ、チアリーダーってなんかこう、女性のイメージだけどさ、これつまり、男性だよね。じゃなきゃ、やばいもんね。うん。はい、チアリーダー。とりあえず、1体置いてみて。俺もね、どういう効果があるか知らないんだよ。うん。とりあえず、行ってみる？チアリーダー。はい。え、棒立ち？いや、まあチアリーダーだしね。まあていうかわかるよね。チアリーダーだから応援なんだよね。応援だから応援するやつが必要なんだよ。多分こういうことでしょ。自分の近くにいる味方に対してね、効果があるんじゃないかな。これで、はい。お、どうなんだ？強くなったってこと？単純に攻撃力上がってんのかな。ちょっと待って、分かりづらいから。圧倒的に強い、例えばマンモス VS チアリーダーを 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 人置いて、でマンモスよりは弱い何か、なんだろうな、まあ、例えばね、このストーナーとか多分無理じゃん、多分勝てないじゃん。さあどうなるか、10人の応援によって勝てるのか。どうだ。あー、なるほど、クールタイムが短いんだ。あ、そういうことか。攻撃力が上がるっていうか、すぐ投げれんじゃない。まあ、すげえ、ポンポンがいっぱい、あー転がってる。あ、チアリーダーの無残な、あー無残なし、泣き殻ポンポンってなんだ。あ、無理。ファイアーワークアーチャーとか、うん、まあ、こんぐらい距離を離して、で、10人の応援で、ファイアーワークアーチャーをぶち込んだらどうなるのか、ちょっとやってみましょう。さあ、いっぱい撃つのかな？どうだ？どうだ？なかなか打たない。あ、撃ってるで！早い！すごい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 ！おお！マンモスの鼻が、狂気乱舞です！そして、わあ、すごい！撃ちまくり！これにはマンモスも近づくことさえできない。すごい、フレ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 花火師、フレフレファイアワークアーチャー、そしてこんなに打ち込んでやっと倒れるんだね。さあ続いてはこのマップの中にいるらしいです。このマップの青側の陣営のこれか。何これ、え、何これ、山椒魚？違うよね。なんだこれ。ん？なんだらかんだらドラゴン。ドラゴン？あ、押してる。どういうこと？やってみよう。シークレットこれでしょ？すげえ声だな。パパ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 。おお？押してこのドラゴンもなんかすんだろうな。じゃあこれに似てるこいつ。こいつを出したらどうなるか。で、コスト的には、あ、こっちの高いんだ。まあ、行ってみようか。ああ火吐くんだ。うわ、そりゃ強えわ。いや、あ、でも殴れる。あ、死んだ。なんだらかんだらドラゴンが1370でしょ？これを3体置いてみるのと、バーサスドラゴン1000。正直ね、火を吐くんであれば、こっちでいいじゃんとも思ってしまうんだよ。どっちが強いのか見てみよう。さあ、いたよ。もう待って、一回スロー。待って、もう早速やられてるよ。そして、あ、もう、え、あれ、待って、あ、全然ダメじゃん。まあ、使い方によるのかな。はい。じゃあ、次のやつ。はい、続いて、こちらのステージで、また、青川陣営の方の、樽の中にいるらしいです。樽。これか。何これ。なんだ
ピエロ。はい。ジェスター。やっぱピエロじゃないか？あ、ナイフ持ってる？うわ、なんか好きそう。俺が好きそう。やってみよう。これか。あ、300なんだ。へえ、結構お手頃価格。じゃあ、こいつ対、同じく300ぐらい何か。あ、いいじゃん。防音明治。下から岩ドーンね。これを、置く。いやー、これちょっと不利か？こっち若干遠距離だもんな。まあ、やってみよう。はい、ちょっと一回スローで。さあ、どうなる？何をするんだ？何をするんだ、このピエロは。さあ、来たよ。うん、死んだ。相手が悪かったね。すまんね。じゃあ、近距離兵的なやつがいいかな。近距離兵、近距離兵。あ、これいいじゃない？これ。オッケー、これで。お、来るよ。突進！おーと、外す。それを外す。して？ん？弱いじゃん。いや、一旦普通に見よう。あれだ。普通に、はい、原神欲。どうなるの？強いの？じゃあ、数を置こう、数。3体。はい。さあ、どうなる？これで進化が試される。お！避けた今。あ、避けてる！あ、かっこいいじゃん。攻撃避けれるキャラは、見たことないね。なるほど。まあ、1対3でも勝てますと。おー、やるね。で、同じくこのマップの中に、もう2体いるっぽいんだよ。この中の切り株に斧が刺さっています。これですね！なんだろう、強そう、斧とか。エクスキューションな。なんかそんな名前な聞いたことあるな。なんか、サイコブレイカーだかな。どんな感じ？これの、うわ、なんか、すまん、怖っ、怖っ、怖っ、処刑人かな？ちょっとどうしよう。処刑人対決してもらう？どっちが真の処刑人か。ちょっと処刑して。とりあえず処刑してみて。おお、おお、おお、デカ斧。おお、なるほどね。あ、待って待って、もう少し見たいな。これが原始人を、1、2、3、4、5人ぐらいやったら、どうなるわけ？見して。あ、横？横振りしたらもう勝てんじゃない？あ、まあ、強えわな。単純にパワーが強えって感じか。しかもリーチがある。なるほど、強いね。そして、このステージのもう一体。ここら辺みたいだな。ここか？なんかここら辺に何があるんだ？あ、これか？この木？木が何？はい。なんだろう。ツリージャイアント。巨人？え、気になる。どんなどんなどんな？ 4000！でかいんだろうね。でかいんだろうね。でっけえ！マジでっけえ。待って、4000でしょ？これはついにマンモスの。マンモス。おお、これはいい戦いになるんじゃないか？見てみよう。ヒュー、マンモス対巨人。いいじゃん。うおー、すげえ迫力だ。うおー、もう木が、こいつにとったらただの武器だもん。再生。おおおおおおお、あ、押されるか、押されるか、ツリージャイアント。いや、でも、コスト的には、やっぱりそうだね。コスト的には、ジャイアントの方が全然上だもんね。つえ。顎ひげ縛ってんだね。はい、続いて、こちらのマップ。うわ、すげえ、面白いな、ここよく見たら。で、こちらのマップに、2体いるっぽいんだよね。で、赤い陣営の方にいるらしいですが、どこでしょうか。これか？これだ！かわいそうに！え、ずっとここにいたの？知らなかった。かわいそう。作ってあげる？成仏。え？なに？ん？ブラッド？そんな感じ？なんだこれ。強そう。線だね。パパパ、あー！丸太、そして、突き刺すのかな？どうしようかな。線でいい勝負できそうなやつ。いらっしゃいますか？まあちょっと強いけど、キングね。俺、キング割と最強だと思ってるから。これに勝てるんであれば相当だよ。キング、あのさ、キングさ、そんなさ、
小顔だっけ。まあいいや、スタート。さあ強いのかなこいつは。かっこいいな、かっこいいな。さあどうだ、キング対なんかよくわかんない、ブラッドバラッド。お、やっぱリーチは長い。キングの人たち強い。さあどうなる。おお、どうなんだ。はいはいはい、おお、なんかいい勝負してるな。あ、またにかかってる、またにかかってるよ、またにかかってるよ。おう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 。え、どっち勝った。あ、キングには勝てず。あ、勝てなかったのか、残念。こういう普通の兵士が3人相手だったら、まあ普通に、ああ、パワーが違うわ。さあもう一体はここかな。あ、これか。はい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 。あれ、アヒル、これ、ん、あ、違う、あ、これだ。お、何これ。ん、ん、メイススピナー、スピナー、やってみよう。どんぐらいコストは。500ですね。じゃあ、普通の兵士を3人ぐらい置いとくか。見せてみなさい、強いのかい君は。お、あ、スピナーって言ってるからね、確か回ってるね。これ強いの。まあ、ん、まあ囲まれても問題なく戦えますよって感じか。なるほどなるほどなるほどね。ああ、強いかもね、確かに。決定打は弱いけど、おうおう、なるほどなるほど、面白いね。じゃあこういう風になったらもうみんなみんな回りだすもんね。みんな回るのね。こうなっちゃうんだ。あ、お前どこに行くんだ。え、みんな回ってるよ、やってるよ。おい、お前、お前、お前、どこ行くの、どこ行くの。え、で休養なんだ、バイトの時間。いいの、みんな、みんな頑張ってるよ。お前、どこに向かってんの。え、何、もしかして、え、身投げ頑張ってる。うん、すげえな。ベイブレードを擬人化したらこんな感じなんだろうな。なんとなく見てみたい。人間ベイブレードたちを応援するチアリーダーがいて、相手はマンモス。どうなるの、強いの、これは強いのかしら。うん、うっとうしいな、うっとうしいなこれ。マンモスからしたらすげえうっとうしいけど、あの結構粘ってる、ね、粘ってる粘ってる粘ってる。あ、チアリーダー狙われたらつらい。え、あ、勝った。何軍団だよ。さあ続いてこちらのステージ、赤い陣営の塔の上にあるらしいです。なんだ、何があるんだ、ん、これか、これっぽいな、これだな。なんだこれ、弓矢、ん、アーテミス、アルテミス、なんだ、どんな、アルテミス、アルテミス。こっち側。6500! 相当強いんだろうね。どうしよう。置いてみて。そんな強いのこれ。とりあえず。6500でしょ、これ、ツリージャイアントにも勝てんじゃないの。ちょっと、遠距離だから、ちょっと、透明にしてあげよっか。じゃ、これで。勝てんのこの巨人に、行ってみよう。はい、ちょっとスローで見てみましょう。お、あ、すげえ、一気に4本いってるよ。そしてそれをもろに食らっていく巨人だけど、動じない、痛そうな表情も見せない、すごい、さすがだけど、どうなんだこれは、時間の問題か、時間の問題か。すげえすげえ、体に受けまくる、さすがさすが。だけど徐々に距離を詰められていくけども、これ勝てるか。あ、引いてる、引き打ちして勝った。痛かったね。確かに強い、これは強い。だけどあれと比べたらどうよ、これよ。1500だよ、こっちは1500で、この量だよ。何本打つか分からんよこれ。勝てんのこれ本当に。はい、行ってみましょう。さあ向こうも来るよ。あ、でもアルテミスも撃つよ。
どうなるんだ。来た。さあアルテミス、これを食らって耐えられるのか。そこだよ。ダメじゃん。じゃあ全然こっちじゃないって思うけど、まあこっちは移動できないんだもんね。なるほど、そういう感じ。ちなみにさ、もうアルテミスにさチアリーダーつけたらもう最強じゃない？この距離でツリージャイアント、これにも勝てるのかちょっと見てみたいね。行ってみてください。さあ行った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 。はやっ！早っ！